シクストゥス2世は、ローマ教皇。カトリック教会の聖人であり、聖シクストゥスとも表記される。ローマ皇帝ウアレギアヌスの迫害のため殉教した。カタコンベでの儀式中に4人の女祭と共に捕らえられ、その場で斬首されたと伝えられる。聖シクストゥスの殉教、14世紀、教皇の書によれば、ギリシャの生まれだとされるが、おそらく誤っている。彼は、 アフリカや東方正教会との関係を修復した。258年、ウアレリアヌスによる迫害のために多くの聖職者が殺された。シクストス2世はこの迫害による最初の犠牲者の一人であり、8月6日に斬首された。彼は6人の女債、ヤヌアリウス、ウィンケンティウス、マグヌス、ステファヌス、フェリキシムス、 アガピットスと共に殉教した。通常、司教祭服で教皇官を被り、十字図へ本を持った姿で描かれる。また、聖人伝において殉教に際し、ラウレンティウスに教会の財産を貧しい人々に施すことを命じたことから金入れ、金貨を持っている姿で描かれることもある。彼は、キュプリアヌスに着せられるアドノガンの著者とみなされるが、 一般的に認められていない。253年から258年にローマで書かれた別の著作物は一般的に彼のものとされている。黄金伝説3、P144 ストリート、ジスタス、オアシクストゥス2、ポープマーター、バトラーによる、ライブズオブザセインツより、シクストゥス2世のページ。黄金伝説3、 P146AB ポープストリート、シックストゥス2、カトリックエンサイクロペディア黄金伝説3、P146 持ちだ、P17 黄金伝説3、108世シックストゥスの小、P144 から146など、黄金伝説3、P147、ありがとうございます。